きました。見て、今日のおつまみ、今日のおつまみ、人のおにぎり潰されたの。ごめん、こうやってやってた。ひどくない？携帯だってこうやってやってたの、ね、おかしいよね。本日のアイスはこちら。大好きなやつのストロベリーと、あんたがよく食べてるちょっとお高いアイス。テンション、テンパー。下でね、ホットミルクもらえたので、こちらセブンでね、いつもカフェラテに入れてる。これマジで本当に美味しいから、みんなこれ絶対食べたけど、これ入れてホットミルクにしていきます。下の公園が見えるからお花見をしていきたいと思います。だけどね、本当はスタバと一緒に飲みたかったんですけど、でも全然幸せです。スタバやってなかったです。でも明日は朝から7時からやってるっぽいんで、朝からお花見マジでした。あそこの席とかさ、めっちゃよくない？いただきます。いただきます。普通にライブ前とは思えない食事。ちなみにさっきお刺身屋さんでラーメン食べてました。こんなのも買いました。え、このスプーンのさ、あの弱さでさ、やばい、死なる記憶にもない。あ、来た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 。アメニティを紹介します。みんな久しぶりだね。やめて、色ぴったり。あたくしと煎茶、ほうじ茶、ダージリン、ダージリン、シュガー、シュガー、カフェー。え、ほんとだ、カフェー。何メール、なあ、コーヒークリップ、カフェクリップです。以上です。続いてグラスの紹介です。こんな感じ、こんな感じ。コーヒーソースを食べます。いい感じ。いなくなんねや、勝手に終わらせて。だってもうそれ以上取れんのないじゃん。ここ冷蔵庫はこんな感じです。冷蔵庫です。まあ冷凍はないです。買わないです。そしてここにはプルプルやです。なんとこちらのジョイルスです。行っちゃった、見せるって言ってたのに。パーティー開いて見せるって言ってたのに。この人ネタバレした。最低よ。びっくり。やっぱり2個に分かれてると、もうそれだけで嬉しいよね。ナイス。これお水、お水で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 。ちなみにこれ東海限定のおにぎりなんですけど、食べちゃいました。親指でプシュッと食べました。です。え、そうなの？はい。帰れるか？買いません。よいしょ。ラウンジのコーヒーもらいに行きます。新幹線コーデ。ちょっと靴下やばい。この靴下知ってるでしょ。なんで裏返してんの？痒くなるよね。痒い、あ、キュッてなるから着圧感がね。新幹線だから。新幹線。今日は来れたんだね。君よかったね。そうなんです。またね。いつも忘れられて。あ、私が誕生日にあげたやつ。これ。怖いよね。森。あ、そういう意味で一緒に買ったやつ。見て、このジャージ超可愛くない？このさ、ネイビーも持ってます。桜さ、ちっちゃった。え、はーれてる、はーれてる。え、
外の景色が、こちらはいい感じでございますね。やっぱさ、春の旅行ってめっちゃいいよね。この時期のさ、旅行大好き。花粉以外。めっちゃ晴れてまーす。雨はどこに行ったんでしょうか。帰れないかもって、ちょっとワクワクしたのに。全然晴れてる。旅行の時に一番悲しいのこれだよね。この、でかいやつがさ、食べれなかった時、かさばるよねー。でも持って帰るよー。私さ、あのホテルがめっちゃ気になる。今日は名古屋観光。名古屋観光、名古屋、名古屋。そして帰る日です。No! ブー。本当にうるさいの。No! ルームサービスが。早く飲もうと思ったのに、全然遊びにしてる。和食とかもあるし、中華もあるし。泣いた。ここから、電話でチェックアウト行けるっていうんでします。チェックアウト完了。チェックアウト完了。楽しかった。します。また来る。Thank you。もう終わったの？無理すぎ？二日間ぼーっとしてたのかな？今からジブリだよね。ね、そうだよね。諦めな。そうだよね。閉めますよ。ね、変わってる。ほら、桜とかさ、あったやつ。こちらのお花も桜からチェンジしております。じゃあ、嫌だけど、帰ります。バイバイホテル。セブンで返却します。はい、お土産買います。お土産、カバン、何にしようか。ユーリンのお弁当ある、かわいい。購入完了。購入、結構買っちゃった。ロッカーに預けてるから、先にお土産買ったんですけど、ロッカー開いてませんでした。大変。やばとんに行きまーす。やばとんに行きまーす。やっとヤバトンあったんだけど、並んでるけど絶対に食べる。あ、もうこれか、それか、これもいいし、それもいいし、あ、これ前これ食べた、前これ前なんだ、これだ、うん、これ美味しかった。トリプルチーズソースかね。へえー、おいしそうすぎる。前と同じセットです。いただきます。せーの、いただきます。いただきます。うまくない？うん、おいしい。プリンタイプ2年ぶり、2年ぶり。1個もらった、交換しました。アクスカール、ピオリンに向かっています。待ってます。剣で取って待ってる感じだったんだけど、割と早かったね、8組で。うん、だがピオリンがどこか分からなくなっています。やばいです。
も私もともとこれ盗まれてきた。可愛いんですけど。頑張ってくれています。最高。こうは無理なの。けど斜めに来たらこうやればいいけど。みんな覚えてね。みんな覚えて誰向け。あと2時間ぐらいのんびりします。ショッピングでもします。足早に行く。ゲートタワーカフェ探してます。ステージあるよ。踊ってきな。私じゃ踊るね。私センター。とりあえず時間余っちゃったのでカフェ探してまーす。良さそうなところ見つけた。なんかよくわかんないけど人生初めてのななちゃんを拝めた。多分グッチの下だと思われますので、行きます。なんか普通にお店ありそう。なんか運よくあった。カフェ行くだけど、ちょっと一個不安なのはさ、荷物のとこに帰れるかな。頑張って帰る。結構電波が悪い。あった。絶対ナポリタンとか美味しい。私クリームソーダがいいな。こう、あ、あった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 。じゃあ帰りますよ。今日はね、天気はいいけど強風。帰ります。